そうですね、レッドブルスノーチャージとは、200人が、一気にスタートして、最初はボードを履かない状態からボードにダッシュして自分のボードを見つけて、そして、誰よりも早くゴールを目指すという、レースになってます。スタートに本当にかかってると思いますね。誰でも参加できて、今回一番小さい子は6歳という子がいるんですけども、誰でも参加できて、しかも誰よりも早くゴールすればいいという、すごいシンプルなルールの中で、分かりやすくて、ということですごい話題になってますね。全然板見つけられなかったけど、すごい楽しかったです。板分かんなかったです。ちょくちょくレッドブルの映像とか YouTube で見てる間に、こうレッドブルのウェブで大きいロロでやるなんて思って、今回このために静岡からフェリーに乗ってきましたんで、よかったっす、優勝できて。またどん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 こんな楽しいイベントがレッドブルさんの方でやってもらえたら最高ですね。ありがとうございました。